うも皆さんこんにちは、チャクワスです。本日はですね、こちらのマリオットボンボイプレミアムカード、私はねプレミアムカードなんですけども、こちらにですねマリオットボンボイホテルで宿泊するとポイントをもらえるホテルオファーがね来ているっていうのとですね、ヒルトアベックスクレジットカード、私はねプレミアムカードなんですけども、こちらね昨年の3月にね発行して、こちらのクレジットカードはですね更新するとウィークエンド無料宿泊特典っていうのがもらえるんですよね。これがね到着いたしましたので、今回の動画ではですねこの2つのね解説やっていきたいなと思います。ということで今回の動画ですね、アメックスのホテルオファーとヒルトアメックスのウィークエンド無料宿泊特典のね解説やっていきたいなと思うんですけども、でまずですねこちらのマリオットボンボイアメックスプレミアムカードのねホテルオファーなんですけども、私が持っているのはプレミアムカードということで、これね一般カードに来てるかどうかちょっとわかんないので、もしね一般カードにも来てますよみたいな感じで保有されてる方ねいらっしゃいましたらですね、ぜひね教えていただきたいなというふうに思うんですけども、今回ねアメックスのホテルオファーということで、こちら先着っていうふうになってるんですよね。ですのでこの動画ね見る前に、まずねアメックスのウェブ版もしくはアプリでねオファーエントリーしていただいてですね、それからねこの動画で、ね、見ていただければなと思います。ということでこちらのね2つのクレジットカードね保有されている方はですね、今回の動画ねぜひ最後までご覧いただければなと思います。それではまずねマリオットボンボイカードのホテルオファーの解説ですね。期間が2021年の4月の21日からですね、2021年4月の17日までっていう風になります。こちらエントリー必須っていう風になりまして、先着20万名までっていう風になります。で今回のキャンペーンの特典なんですけども、7万円利用ごとに1万ポイントがねボーナスポイントがもらえるオファーっていう風になっておりまして、こちら上限がですね最大2万ポイントまでねもらえるっていう風になりますんで、対象支払い金額は14万円利用していただくとボーナス2万ポイントがねもらえるオファーっていった形になります。で今回のねこのオファーなんですけども、複数回合算もね OK っていう風になっておりまして、複数施設の合算も OK っていう風になりますんで、いろんなホテル泊まっていただいて7万円を超えたら1万ポイントもらえるみたいな、で14万円超えると2万ポイントもらえるっていう風になりますんで、いろんなマリオット訪問ホテルをね利用してこの14万円ね行けばですね、こちらもらえるっていう風になります。でこちらね家族カードと追加カードはね対象外っていう風になっているのと、またね対象ホテルで公式サイトで予約した後にフロントデスク決済がね必要っていう風になりますんで、こちら事前決済プランっていうのがマリオットボンボイにはねあると思いますけども、こちら対象外になってしまいますので、こちらねご注意ください。またねレストランで利用した分もですねフロントデスクで決済していただければですね、こちら対象っていう風になります。またね今回のホテルオファーなんですけども、日本国内のマリオットボンボイホテルはね対象ホテルがこちら OK なんですけども、海外のホテルはね対象外っていう風になっておりますんで、この点ねご注意ください。今回のホテル方ね非常にいい点としては、複数施設のね利用も OK ですし、複数回の利用も OK っていう風になりますんで、前回ねこの動画解説出しましたけども、アメプラとかね ANA アメックスゴールドとかに来たオファーだとですね、複数施設のね利用が NG だったりしたので、このホテルオファーはですね、いろんなねマリオットボンボイホテル利用して7万円以上利用すると1万ポイントもらえるっていう風になりますんで、まあこれからねゴールデンウィークも控えておりますんで、かなりね利用しやすいのではないのかなと思います。またね先ほども言いましたけども、フロントデスク決済がね対象っていう風になっておりますんで、事前決済プランはね対象外になりますんで、この点はね本当にご注意ください。で次にね対象ホテルなんですけども、公式サイトねこういった形でホテルね一覧で見れるようになっておりますんで、まあ、気になる方はですねエントリー画面からね見れるようになっておりますんで、ぜひねチェックしていただきたいなと思うんですけども、基本的にねほとんどのマリオットボンボイホテルね対象っていう風になっているわけなんですけども、先日ねリッツカールトンニセアブニセコっていうのがマリオットボンボイにね参加を表明いたしましたよね。こちらだけね今回のこのホテルオファーには入っていないっていう風になりますんで、まあこの点はねご注意いただければなと思います。またね北海道にシラトンキロロとキロロトビリュッドっていうホテルがあったんですけども、あちらはですね残念ながら2022年4月3日をもってですね閉館したっていう風になりますんで、このキャンペーンにもね記載がないっていった形になります。まあ今回のねホテルオファーは7万円を超えたら1万ボーナスポイントということで、まあ結構ね
ハードルは高いですよね。私みたいにね、そんなにお金がない人からすると、7万超えてかっていう感じなんで、まあ利用できる方ね、限られるかなと思うんですけども、今ね、プラチャレをやっているとかですね、またね、今宿泊実績2倍キャンペーンね、まだやっておりますので、これでね、集中的に泊まられる方はですね、かなりありがたいキャンペーンだなっていうふうに思いますのと、まあ昨年ね、昨年だったかな、結構前にあった、目視禁止帳のね、10万ポイントプランですね。あちらね、事前決済プランではありませんので、もしね、あのプランでこのキャンペーン期間にね、宿泊する期間であればですね、まあ、10万ポイントね、もらえるわけなんですけど、あれも10万円、9万円から10万円分の決済で10万ポイントってやつだったんで、まあこれね、7万円超えるっていう風になりますんで、追加1万ポイントね、もらえるっていう風になりますんで、かなりいいですよね。まあこういった感じですかね。ぜひね、利用機会がある方はですね、ぜひエントリーしていただいて、利用していただければなと思います。それでは次にですね、こちらのヒルとアメックスプレミアムカードのウィークエンド無料宿泊特典ですね。昨日ね、こちら到着いたしまして、普通にね、メールで来ました。で、あのね、こちらメールで来るんですけども、このね、メールもですね、迷惑メールに来ていたりとかですね、非常に見落としやすいっていう風になりますんで、こちらにですね、メールの差出人のアドレスね、載せておきますので、ちょっとね、ヒルとアメックスプレミアムカードを、こちら、昨年の3月にね、発行されたんですけども、発行してすぐね、発行されてすぐ発行した方、もうね、来ている方もいらっしゃいますので、でね、これ、来てない方もね、正直まだいらっしゃるそうなので、どのタイミングで来るかちょっとわかんないんですけども、ひとまずね、ここに載せているメールアドレスで、ちょっとね、メールボックス検索かけていただいて、まだ来てないかですね、ぜひチェックしていただければなと、思います。なんでここまで言うかっていうと、これね、メールにクーポンコードが書いてあって、このクーポンコードで利用するみたいな感じになるんで、おそらくこれね、このメールがないと利用できないかもしれませんので、一応ね、載せておきますんで、ぜひね、定期的にね、チェックしていただければなと思います。で、メールがですね、こんな感じで来ます。ウィークエンド無料宿泊特典、次回のご宿泊が一泊無料、ヨータ様おめでとうみたいな感じでね、こういった感じでメールの本文がね、来るっていった形になります。で、先ほどもね、言った通りですね、こういった形で、無料宿泊特典のご利用はたったの3ステップということで、このヒルトのね、カスタマーセンターに電話していただいて、ヒルトオーナーズの番号を言っていただいて、このメールに記載されているですね、宿泊特典番号ね、まあ、このクーポンコードみたいなのを、まあ、伝えていただいて、利用していただくっていった形になるんですよね。ですので、これがないとですね、多分これできないんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、まあ、メールがね、こういった形になっておりますんで、この点はね、ちょっとトラブりそうですけども、こういった感じになっておりますんで、この点はね、覚えておいてください。で、対象ホテルに関してなんですけども、対象ホテルはですね、このメールのね、対象外ホテルね、記載されているわけなんですけども、まあ、事前のね、アナウンス通りですね、国内のね、ヒルトンホテルでは、対象外ホテルなしっていう風になりますんで、日本のね、東京とか大阪にあるコロナドであったり、またね、LXR6 京都、こちらも利用することができますんで、まあ、かなりね、いいですよね。6京都とかね、基本的に10万円超えてるようなね、ホテルっていう風になりますんで、まあ、ヒルトアメックスプレミアムカードね、年会費6万6000円しますけども、まあ、2年でね、12万2000円ぐらいですか？まあ、トントンなるかならないかぐらいですかね。まあ、6京都ね、めちゃくちゃ良かったので、まあ、個人的にはね、結構いいのではないのかなと思います。またね、このウィークエンド無料宿泊特典っていうのは、もちろんね、日本国内どこのホテルでも利用することができるわけですけども、海外でもね、利用することができるっていった形になります。で、有効期限はですね、発行から1年間っていう風になりますんで、この発行っていうのがメール到着、っていう風に捉えるとですね、まあ私の場合はですね、来年の4月の21日ぐらいに、ね、なるかななんていう風に思うんですけども、まあそれまでにね、利用していただければ失効しないっていった形になります。またね、名前の通りね、こちらはウィークエンド無料宿泊特典っていう風になりますんで、週末だけしかね、利用することができませんので、月曜から木曜日は利用することができません。金、土、日で一泊どれかね、一泊できるっていった形になりますんで、この点も覚えておいてください。
ください。でまたね、ヒルトンアメックスクレジットカードには一般カードだと150万円、プレミアムカードだと300万円決済していただくとウィークエンド無料宿泊特典ね、1枚もらえるっていう風になりますよね。でこちらはですね、プログラム集計期間後3ヶ月以内にですね、またねメールで特典コードが送られてくるっていう風になりますんで、ちょっとね私はこれ達成してないのでどんな感じになるかちょっとわかんないんですけども、ヒルトンアメックスがね発行開始されたのは2021年の3月っていう風になりますんで、まあ早くてもね2022年の6月ぐらいっていう風になりますんで、まあ遅ければね6月の下旬ぐらいになるかななんていう風に思うんですけども、達成されている方はですね、まあその国になったらですねまたメールが来るっていうのは覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですね、マリオットボンボイカードのホテルオファーとヒルトンアメックスプレミアムカードのウィークエンド無料宿泊特典がね実際に到着しましたので解説させていただいたわけなんですけども、マリオットボンボイカードのねホテルオファーに関してはちょっと7万円ということでハードルがね結構高いかななんていうふうに思うんですけども、まあこれからねゴールデンウィークも控えておりますんで、まあそこでねちょっとプチ贅沢みたいな形でね利用される方もね結構いらっしゃるかなというふうに思いますので、とりあえずこのオファーはね先着っていう風になりますんで、先着漏れないようにね気をつけていただければなと思います。またねヒルトンアメックスのウィークエンド無料宿泊特典はちょっとねメールで来るっていうのはちょっとトラブりそうですよね。でこれもね先ほども言いましたけれども、もう私と同時期に発行された方も来ている人と来ていない人がねいらっしゃるので、今ねもう来てるかもしれませんし、まだね来てないかもしれませんので、まあちょっとねまだ来てない方に関してはですね、定期的にねメールボックスチェックしていただければなというふうに思うんですけども、いやーこれねメールで来て電話でクーポンコードを伝えてということで、まあこの時代ねまさか電話かっていう感じでちょっとびっくりしたんですけども、ひとまずね迷惑メールとかにね入ってないかね確実にチェックねしていただければなと思います。ということで今回の動画はですねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。